アンリアルエンジンを使って理想のゲームを自分で作りたい。そのために僕が描いたキャラクターを 3D モデルできるようになりたい。ということで始まったブレンダー講座。本日は第4回目の収録です。今回の収録が最終回の予定です。引き続き株式会社ヒストリアの黒沢さんに講師を務めていただきます。本日もよろしくお願いします。株式会社ヒストリアの黒沢です。今日もよろしくお願いします。早速ですが、真島先生、前回の収録でキャラクターにテクスチャーをつける作業を最後の詰めを宿題とさせてもらっていました。作業はぶっ飛んだでしょうか。はい、ご覧の通りです。めっちゃ可愛いなんかすごい昔のポリゴンゲームのね、雰囲気が出てますけど、そうですね、古きやつというか、ただこれはこれでちょっとレトロ感があっていいかなみたいな感じです。作品の執筆でお忙しい中ありがとうございます。いやいやいや、なんか一つね、問題発生したんですけど、ここを見てほしいんですけど、なんかね、スカートの裏側がこうなんか線が入っちゃったんですよ。はい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 、これなんでしょう、原因が分かんないんですよね。実はこれアンリアルエンジンに入れたら消えるかもしれないですね。テクスチャーの方を見ていただくと分かるんですが、扇形に開いたような形になってる、ここの最後の切れ目のところなんですよね。はい、なかなかこれちょっとプロの現場でも難しい作業で、本来であればこういうのって長方形状に切ることによって左右の絵の高さを揃えてピッチで揃えるみたいなことをするんですけども、なるほど、自動展開に任せてしまったので、いやそうなんですよちょっとよりこういうのが見えやすくなってしまってますね。ただこの線に関してはちょっと後で消えると思いますので、ちょっと一旦気にせずに進めていきましょうか。わかりました。なんかもうちょっとうまく描ける気がしたんだけどな、絵の分野は難しいですね、やっぱり。解像度が低かったかもしれないですね。あ、それもあるかもしれないですけど、慣れが必要ですね。そうですね、うん、テクスチャーはテクスチャーでこう絵なのかと言われると少し難しいところがありますからね。ちょっとこれは練習あるのみです。早速ちょっとじゃあ骨についてやっていきましょうか。骨、真島先生、なんか 3D ソフトの骨って何かちょっとイメージってありますか。丸と丸がこう線でつながってるみたいなイメージなんですけど。あ、はいはい、まさにそういう感じですよね。ちょっとあれが何を表しているのか少し分かりにくいところがあると思いますので、一旦なんかちょっと簡単なもので参考のモデルを作ってからお話ししようかなと思います。わかりました。一回横からみたいにしたんですけども、ボーン、ちょっとブレンダーでは、アーマチュアって呼ばれてるんですが、これを押しますとですね、はい、こういう丸と四角錐みたいなものが出てくるんですが、これをちょっと今編集しまして、腕みたいなものにしたいなと思います。こんな感じで二の腕を生やして、おうほうほう、最後に手のひらを生やしてみたいな感じで、まあ、ここが二の腕、ここが腕、ここが手のひらみたいなイメージ。おー、なるほど。でも、はい、モデルとどういうふうな関係になってるかと言いますと、ちょっと平面を出して肘のところを作って、腕首と手のひら、なるほど、みたいな感じで作るんですが、棒を入れるというのはちょっと手順が必ず必要なんですよ。モデルの方をまず最初に選択して、はい、次にこの骨を選択して、はい、その後でオブジェクトからペアレントで、まあ、ここは何でもいいって言ったらあれなんですけど、自動のウェイトが便利なので自動のウェイトがいいと思います、はい、これを選ぶとですね、これも関連付けられたんですよ。ほうほう、どうなってるかって言いますと、このモデルを選択して移動するとついてくるんですね。ああ、本当だ。ただそれだけじゃなくて、実はこのポーズモードってやつに切り替えて、うん、この腕をこう回してあげると、おお、こんな感じでこう、おお、もうこれ腕じゃないですか、もうこれ。そうなんですよ。はは、大体のは三角錐のこっち側の方を中心にして回転する。なるほど。その回転に合わせてモデルのこの頂点がくっついてくるみたいなイメージですね。うんうんうん、なるほどなるほど。どれくらいついてくるかっていうの割合を変えることもできるんですが、はい、ちょっと最初はなんか割合からいじると大変なので、はい、まずはこの棒を入れるというのをちょっとやってみたいなと思います。はい、これ一個一個全身作っていくのかと思うと少し大変じゃないですか。これをまたこうね、腕を生やして、うんうん、足を生やしてってやっていくとなかなかめんどくさいと思うので、うん、もう一個おすすめのやつを教えします、はい、それがですね、アドオンになるんですが、無料のアドオンでですね、最初から入っているやつでリグファイというのがあるんですね。これにチェックを入れていただけると、このアーマチュアを出すところになんかいくつかこのヒューマンとかアニマルってのが出てくるんですよ、はい、ここで基本の中のベースヒューマンってやつを選ぶとですね、もうなんか人型がうわなんかもういる人が、そうなんですよ、バランスとかを調整していただいて、これを使うのがいいんじゃないかと思います、はい、なるほど。こんなに骨いります、この人形に
そうなんですよね。ただ指の骨とかはないんですよね。これあなるほど。もう一個の方のこのヒューマンってやつにするとこの指がめっちゃあったりとか顔とかにもすごい骨があるんですけども、さすがにそんなにいらないので基本のベーシックヒューマンっていう方を使うと、まあ、これぐらいに済むので、ちょっとまあ胸とかねいらないところは取ってしまえばいいので。なるほど。とりあえずこれを呼び出すところからやっていただけますか。わかりました。あ、そういや今気づいたんですけども、顔のところがちょっとポリゴンカクカクしてますね、はい、これスムージングかけちゃいましょうか。編集モードに入って顔のあたりで L キーとか押すと、こうですね、はい、それでスムーズすると、おお丸くなった。いいですね。他にもないかな、なんかあとは大丈夫そうな、まあ後からでもできるんですけどね。はい、じゃとりあえず顔だけでも。そうですね、まずは顔だけで、まずはさっき言った、リグハイというアドオンを入れてみましょうか。はい、多分アドオン入ったと思います。そしたらレイアウトモードになってるこれちょっと一回確認していただいて、はい、この状態でシフト A を押すとマッチは基本の中のベーシックヒューマンというやつを出してみましょうか、はい、ベーシックヒューマン、うわさっきのやつ、はい、来ましたね。来ましたね。あ、ただ位置がど真ん中じゃないな、はい、ちょっと座標だけ一回ここで直接0って打っちゃいましょうか。座標が0じゃない場所に出ちゃってるんで、はい、それ全部0にしていただいて、じゃあこの骨の方をちょっと直しちゃいましょうか。骨はですね、編集モードに入ると骨増やしたり減らしたり位置も変更できるんですね。そしたらですね、胸の骨を一回取っちゃいましょうか。こいつですね。はい、ここにいるのかな。削除するときにボーンで大丈夫です。でこの後少し見づらいと思うので真正面にちょっとしていただいて、ついでにワイヤーフレームとかにしてもいいかもしれないですね。そしたらですね、まずちょっと背の高さが結構違ってるので A ボタンを押して全部選択して、はい、ちょっとこれで一回 S を押してスケールかけましょうか。はい、そしたらちょっと足の幅を変えたいので、ですね、はい、これもミラー編集が効くんですよ。 N キーを押した時に出てくるメニュー、そうですね、そこでツールにしていただいて、で X 軸ミラー、はい、それを押すとですね、はい、太ももどっちか片側移動するとちゃんと両側まとめて移動し逆方向に移動してくれる。おお、びっくりした。膝はですね、せっかくポリゴン割った場所があると思うんで、その辺に膝が来るようにしたいですね。これももうちょっと下の方がいいのかな、足の付け根ぐらいの方がいいってことですか。人間の股関節って結構上の方で回転しないと変になるんで。ああ、なるほど。あの付け根よりはちょっと上の方がいいかもしれないです。かかとの骨いらないんでこれ消しちゃいましょう。これその、はい、つま先というかその指が回るあたりですね、まあ指回さないかもしれないですが、はい、そうですね、これもいらない気がするんだけど、じゃあ取っちゃいましょうか今回は。じゃあこいつも、はい、さよなら。だいぶシンプルになりましたね。そうですね、まあ最初はシンプルな方がやっぱりやりやすいですよね。はい、ちょっと上の方にグイッと上がってるその謎の骨、これですか。はい、それどうしようかな、それ取っちゃってよかったかな、取っちゃいさよなら。これとなんかこれがつながってる線出てます。そうですね、なんか点線が見えてると思うんですけども薄く、はい、なので実際につながってるのでこれはこれで大丈夫です。あ、これ大丈夫なんですね。はい、であとは手も合わせる感じですか。そうですね、一応こんな感じですかね。はい、最後に頭の骨なんですけども、それ頭の上の方まで持っていきましょうか。移動ツールでやっていいんですか。はい、移動ツールで大丈夫です。どう出なくなった。はい、そうですね、なんか頭が大きいキャラだって骨だけで分かるので。なるほど。お尻の骨の位置もう少し低い方がいいかもしれないですね。これですか。そうですね、それの一番下のところをちょっと下げていただいて、ちょっとお尻のところ大きくして、うん、こんなもんかな、これで良いような気がします。はい、そのままちょっとキャラクター動かしてみましょう。はい、おい髪の毛なんとかしてください。これ足がちょうど塗られてるのでハイライトされてるっていう状態です。なるほど。どういうことこれ。え、こんなアナログな感じでいいんですか。